生新女終身大聖堂コンドポガは、ロシアのカレリア共和国にある町。オネガ湖北西部のコンドポジスカや湾の湾王にあり、オネガ湖の大きな流入河川である砂川の河口に、一致する。カレリアの首都、ペトロザボーツクからは北へ54キロメートル。コンドポガには、モスクワとムルマンスクを結ぶ鉄道が通る。周囲は、森林で木材が生産され、 東欧でも最大級のパルプ工場、製紙工場や建材工場などがある。また、医科大学もある。人口は34,863人。1495年の記録に所出している古い町、コンドポガには、1774年に建てられた、木造の生新女終身大聖堂が残っており、ロシア木造建築の代表例の一つとなっている。頂上には、 戦闘場の屋根があり、高さは42メートルに達する。2006年8月29日夜から8月30日、アゼルバイジャン人所有のレストランで、チェチェン人店員と衝突した、ロシア人二人が殺され数人が重傷を負う事件があった。これに対し9月1日夜から9月2日にかけ、ロシア人の若者多数が暴動を起こしない無償特殊部隊と衝突し、 事件の舞台となったレストラン他カフカス系住民の経営する店を破壊した。暴動二日目の9月二日には大集会が開かれ、モスクワからも不法移民反対運動家などロシア民族主義者が駆けつけた。集会では政府にカフカスからの住民、特にチェチェン人をすべて町から退去させようとの要望書が市に提出された。 また市内のカフカス系住民は暴動を恐れしを脱出した。ありがとうございます。